ダウンタウンデラックス出演時、仕草や話し方などが女性っぽく見えたことで、ゲイ疑惑が出ている。なぜか、顔立ちに対する疑惑も出ている。整形費用の出資者が、おじさんらしく、ゲイ疑惑が浮上した。アレクと違い、マットの整形費用は、すべて父親が払っているので、クリーンです。スギちゃんそっくりの男性が、ゲイビデオに出演しているのが発掘される。過去に、普通のデリヘルで、おじさんが派遣されたが、キャンセルしなかった過去がある。ゲイのカモフラージュのために結婚。サンフランシスコのゲイの街に4軒の不動産を購入などの疑惑が上がっているが、地球に生まれてよかった。ある日突然ツイッターで、女より男が好きですとつぶやいた。完全に引っかかった大悟の嫁は父を腕に押し付けてしまう。ロングブレスダイエットの三木亮介と交際していたと噂されている。ロングブレスは三木亮介のギャグではなくダイエットだったと新たな学び。サンフランシスコにあるゲイの町に住んでいたことがあるという噂。小田裕二の不動産に住んでいた場合は確定演出。愛番と交際していたという噂。ゲイバーで二人が仲睦まじくしていたという目撃証言。嫌いな食べ物はオリーブ。自身がゲイであることをカミングアウトした上で、LGBT に対する議員の発言について批判し、注目を集めた。多分ハゲ。ゲイ雑誌の編集者として活躍し、ゲイであることをカミングアウトしている。有吉と夏目の結婚について、本心では祝福していない。どっちも上杉達也役で知られる声優。ゲイであることをバラエティ番組で告白している。どっちの双子 BL がはかどると腐女子は歓喜。綺麗な顔してるだろ、嘘みたいだろ、掘られてるんだぜ。それで有吉反省会でゲイであることをカミングアウト。なぜか元窃盗団が嫁だった西垣左衛門に飛び火。発展場から出てきたところを警察に職質され、週刊誌で報じられた地獄の展開。覚醒剤取締法違反で逮捕されているので、清原パターンでお楽しみか。自身のエッセイや SNS でゲイをカミングアウト。大物 YouTuber 今度コラボしてください。2007年発売のザ少年クラブ増刊1号。仮面ライダーバロンが見せた短い絡みシーンにマニアたちが震えた。女性のスタッフを拒否し、男性スタッフを要求するなど、戦闘狂の鏡と言える。仮面ライダーブレイドの前に、別の戦隊ビデオに出演していたことを、週刊誌フラッシュがスクープ。ビデオの登場人物と、ほくろの場所が一致、AI 顔判定が 78% と、完全に別人。ゲイ御用達の下着であるトゥートを10年以上愛用していると発言。カミングアウトではなく案件。テレビ番組の中で男性の恋人がいることをカミングアウト。相手は手越くんみたいなと、手越のストライクゾーンが広めであることと、うっせんであることに理解のある発言をしている。自助伝にゲイの人たちの生き方を尊敬すると記述したことでゲイ疑惑。そもそも、バカ役者に自助伝が書けるのかの方が疑惑。ヒロ君と呼ぶおっさんと同棲していることでゲイ疑惑。ヒロ君は、会社経営者で、400坪の豪邸を持ち、嫁は元宝塚の三女憂いで、どこにでもいる平凡なおっさん。人気俳優でありながら、女性とのスキャンダルがなく、テレビ番組で女性と交際した経験がないことを明かしたこともあったため、ゲイ疑惑が噴出。フライデーに、俺、バイなんですと衝撃のゲイカミングアウト。
3万円を払えばお泊まりも可能なカスタマーエクスペリエンスを重視したバーでアルバイトをしている働き者と週刊女性が報じている。2012年にゲイであることを公表。バイセクシャルで男性6人女性7人と交際経験があると告白。それに比べ男女とも0人。覚醒剤取締法違反の裁判でゲイであることをカミングアウト。裁判を通し伝わったのは、薬はやっても歯科矯正しない。あからさまな。フライデーに男性とのデート写真が掲載される。氷川きよしと織田裕二も楽園の住人。薬物使用疑惑と芸疑惑を友人がリーク。同性愛をカミングアウトして芸能界を去った。インターネット解析班による写真の解析結果は、楽しいケーキ屋さんまたはねるねるねるねと判明し、薬物疑惑は完全に白である。